ニュージーランド王国は、ニュージーランド国王を国家元首とする地域の全体を指す。ニュージーランド王国は、ニュージーランド、クック諸島、ニーウェトケラウ及び南極のロス海賊領から構成され、1983年、ニュージーランド総督職設置特許上によって定義されている。ニュージーランド総督は、ニュージーランド王国内において国家元首の代理を務める。 基本的に、総督は、国家元首の有する、あらゆる地位と留保された政治的権限を引き受ける。2017年現在の総督は、デームパチーレディである。ニュージーランド王国の地図クック諸島とニ上は、共にニュージーランドと自由連合の関係にある、自治領域である。ニュージーランド議会はこれらの国に関しては、一方的に法律を制定する権限を有しない。 外交関係及び国防上の問題については、ニュージーランドがこれらの国のために行動するが、当外国の助言及び承認を要する。総督はニュージーランドに常駐するため、クック諸島憲法は独自の女王名代を定めている。女王名代は、ニュージーランド総督の配下ではなく、現地におけるニュージーランド女王の代理人として行動する。この仕組みによって、 クック諸島はその内政とその外交のほとんどにおいて事実上独立した活動を行うことが可能となっている。2017年現在、クック諸島の女王名代はトム・マースターズである。一方、ニューエはそうした独自の名しを定めてはおらず、ニュージーランド総督が女王の代理人を兼ねる形で行動する。クック諸島とニューエは、 ニュージーランドとは緊密な関係を有するものの、両国とも自国の名において、一定の外交関係を保持している。外交の代表は、高等弁務官で、両国ともニュージーランドとの間に相互に、高等弁務官を常駐させている。2009年現在、中区区諸島、ニュージーランド高等弁務官は、ジョン・カーター、中入江ニュージーランド高等弁務官は、アントン・オジャラである。 ニュージーランドは以下の諸島によって構成されている。トケラウはクック諸島及びニューエと比べると法的な独立性のレベルは低いが自由連合の地位へと近づいてきている。トケラウにおけるニュージーランドの代表はトケラウ行政官でありトケラウの議会の決定を覆す権限を有している。トケラウの国民は国際連合の要請を受けニュージーランドによって実施された。 数回の住民投票を通じて、ニューエー及びクック諸島と同等の権限を持つ統治体制を受け入れることを一般的に拒絶している。ニュージーランドは南極のロス海賊領についてもニュージーランドの主権領域としている。1923年にニュージーランド総督はロス海賊領の知事でもあることを官方告示している。ロス海賊領には アメリカ合衆国の運営するマクマード基地も一致しているが、米国はロス海属領に対するニュージーランドの主権を承認していない。また、属領内における主権の適用は南極条約の規定により凍結されている。ニュージーランドにはニュージーランド共和国への支持が一部存在する。仮にニュージーランドが共和制に移行するとニュージーランドは ロスカイ俗領とトケラウを俗領として保持することになる。そのため、共和制移行後のニュージーランド王国は、ニュージーランドとロスカイ俗領、トケラウを書いた状態で存続することになる。このことは、ニュージーランド共和国それ、自体への法的な障害ではないだろうし、英連邦王国が国家元首を共通にするのと同様に、ニュージーランドが国家元首をクック諸と及び、 ニューエと共通にするのであれば、クック諸島とニューエは、ニュージーランドとの自由連合の地位を維持することになるだろう。しかし、ニュージーランド共和国は、クック諸島とニューエに独立という問題を提示することも考えられる。そのため、ニュージーランドが共和国となった場合、ニュージーランド王国の将来についてはいくつもの選択肢がある。ありがとうございます。